それにしてもライオンズの方はライオンズの方もやはり勝ちパターンの選手を出して、そうですね、石井がやはりどこまでっていうかもう一回は行かなければいけませんが、藤川は昨日についての登板です。 0.30 の防御率は見事です。 WBC のタイガースから出たメンバーの一人、3勝0敗という数字です。ホールドの数は現在セリーグトップの16。今日は2安打なっている中島です。初球はカーブですね、ファールボール。この回はクリーンナップとの対決です。藤川追い込んだ。藤川ちょっと抜かれましたが、ただいいところに飛んでいきました。レフト前、最後はフォークボールですね。フォークですか。多分フォークだと思います、ああいうボールがやっぱり どこでインサイドを投げるかだと思うんですね、で矢野うまくセンター前持っていきました。いきましたね、インサイド、ボールはかなり高めに。カブレラ、この後また外に構えています。中寄り入ってきましたが空振りです。三振、148キロのストップ。和田も思い切ったスイングを見せましたが、カブレラこの辺りの主力にはストレートを続けています。対に対します、ストレート、ストレートでずっと来ていますが、三振、連続三振。ライオンズが誇るカブレラ、和田をいずれもストレートで三振です。さすがです。インファーもアウトコースのボールに空振りです。どん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 バッター一塁、その後三者連続三振、全部ストレート。藤川もあっぱれです。8回の表裏、タイガース、ライオンズのリリーフ投手がいやものすごいピッチングを見せました。4対4、同点がまだ続いています。